ボンジョルノ、あっちゃんです。久しぶりやね。お弁当作った時はね、いつも朝からボンジョルノで始まるけどね、チャオが多いねんけどね、パン焼けるまでちょっとあっちゃんの、イタリア語講座。チャオっていうのは、やーとかいう軽い挨拶で、おはようからお休みまで、暮らしを支えるライオンです。いや違う、おはようからおはようからお休みまでいつでも使える、あの挨拶で、おはよう、こんにちは、こんばんは、もしもし、もしもしとか、いらっしゃいませとか、いらっしゃいましたみたいなね、とかね、元気かいとか、お久しぶりとか、何人でもチャオって OK な、めちゃくちゃ便利な挨拶がチャオなんでね。はい、これイタリア語講座です。で、朝からはボンジョルノ、おはようっていうね。で、夕方から以降、はこんばんはって言うでしょ。それはボナセーラーって言うね。はい、簡単なイタリア語でした。おまけ、忘れた、もういい。チャオ覚えといたら、もうイタリア人は結構フランクやから、初めて会ったお店行ってもチャオで済むねんね。ガラガラチャオだから、向こうもさっきチャオって言ってくれる。はい。で、チャオって答えたら、ペラ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 ってイタリア語で言われるから、はぁ、はぁ言うといたら、なら英語で返してくれたりする。もう最初から英語で返してくれたりする人もいてるけどね。で、イタリア人結構日本語勉強してる人があって、日本語 OK って書いてあるお店があって、日本語喋ってくれるところもあるんで。はい、っていうのは、ちょっとしたプチイタリアやけども、実際あっちゃんイタリア1回しか行ったことない。皆さんはやれねえけど、面白かったよ。結構親日でね、いい国でした。はい、ということでね、結構ね、よく言われてるのは、老後、永住するにはすごくいい国で、すごい日本人に優しくって、で、生活もすごく楽で、ちょっとしたアルバイトをするだけで、全然もう家賃も安いし、物価も安い。まあ、ちょっと田舎の方やけどね。で、あっちゃんは行ったことないんだけど、ナポリの方、海岸があるとこ、南イタリアの方は治安が悪いらしいねんけども、でも治安が悪いけど人がすごく優しくて、ナポリの方の人は海岸ベリアルとって魚見とったらくれたりするぐらい優しい人がいて、すごいフランクやねんって、日本の田舎町みたいな感じで、日本人っていうのはそうっすか、イタリア人はね、日本人のこと好きやから、結構なんかフランクに話しかけてくれるらしいです。ナポリは行ったことないんだけどね、行った人がそんなに言ってた。でもね、ミラノはすごいお金持ちが、一番イタリアでも栄えて、日本で言ったら東京みたいなところやねんけども、それでも日本人には優しい。ローマはだんだんね、北へ行くほど、敗訴になってくるけども、北へ行くほど物価も高くなってくるけども、北へ行くほど治安も良くなっていく。で、美味しいものも北行くほど味は美味しい。で、南に行くほど味は落ちていくんやけども、鮮度の良い魚が入ってくるらしいね。それもあっちゃん南の方に行ったことないらしいね。ということでパンが焼けたんで、またこんなお話もしてみたいと思います。はい、一回しか行ったことないんだけどね。こよなくイタリアを愛するあっちゃんです。前世イタリア人なんでね、ということでポーチやチャオポーチや。はい、パンをねポーチにします。ポーチドコーダ、パンに、久々にやりましょう、パンに平行に包丁を持ってきて、真ん中でちょっと引いたここのところにこんな感じにぶっ刺します。こんな感じにしても刺させていくんで、ここはもう小刻みにこちょ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 って動かしていくことに、だん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 中へ吸われていくねんね。吸われていくでしょ。吸われていって、で、大体こう、下もね、当たんねん、ここに。それ以上いったらブスっていくから、ブチ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 って。で、ここもここで硬くなって止まるところで引き抜いたら、完成です。簡単、めちゃくちゃ簡単にポーチができるので。はい。で、もうちょっと、玉ねぎを足そう。玉ねぎをね、ちょっと辛み抜きをしてたんで、昨日から水につけて、ここにちょっと玉ねぎを足して、で、玉ねぎはちょっとマヨがね、
これマグロのカルパッチョ、昨日の。はい、マヨをあえて、でこのオリーブオイルとかのソースね、あのタルタルの、タルタルちゃう、何やタルタルって、カルパッチョのソースを全部これ、これにつけてあげて、しょ。しゃべっとる間に先に、トマトジュースを作っといてよかった。完成で、ちょっともったいないから、これでカルパッチョのソースを。おいしい。ピーマンの味がすごく効いておいしい。だから水飲んだ。いいの買ってきたね。簡単クルーズ。これ簡単クルーズね、失敗した。甘いのよ。なんかこれだけで、なんか簡単って書いてあるね。クローズこれしか売ってなかったね。エバーグリーン。普通のクローズなかったね。はい、じゃあ食べましょう。はい、できました。マグロのカルパッチョのポーチドサンド食べましょう。よいしょ。今ね、簡単クローズトマト酢、よいしょ、トマトジュースクロス何でもいいや、飲みましょう。甘っ。昨日ちょっとね、晩ご飯、寿司飯にしてお刺身食べようと思って、なんか海鮮丼みたいにしようと思って寿司飯にするのにね、せっかく買った黒酢で、やろうと思ってちょっと舐めてみたんよ。甘かったん、あ、ダメだこれと思って。甘っ、使えるかな。甘い酢嫌いなん。ごちそうさまでした。いただきます。まあ食べてないのに。いきまーす。買います。さっきね、もう今終わってるけど、作り終わって持ってきたよ。毒だね。つけたら。なんか湯布院の温泉、混浴堂の子の混浴なんやからね、女性別室の子の、ちょっと意味が分からんかったよ。何のこと言ってんの。変な話ね、混浴って昔は混浴温泉がいっぱいあって、で混浴って結構変な話、まあ変な人がおるからダメなのかも分からんけど、結構家族で入ってて、いろんな人も入ってて、知らん人が裸の付き合いじゃないけど話したりとかいうお風呂ってあったんね。まっちゃん子供の頃やったから、なくなった。もう今健常齢で何歳以上の、何歳以上になったら自分の性以外のお風呂入ったらダメってそういう条例があるね。この条例自体が LGBT を差別しているよなって思って。LGBT はじゃあどっち、何歳になったらどっちの性別に入るの、体の性別とか戸籍の性別って、そう言い出したら、じゃあ胸がでした、ごめん朝ごはんにこんな話やけど、どうかと思うんだけど、うわ美味しい、カルパッチョのとかやっばいぐらい美味しい、ありです。心の性別で入る、ややこしいなと思って、だから女性をそういう目で見る人、女性がだいたい別姓にどういう目で見るのかっていうのでお風呂って分けられてると思うんだよ。逆に言ったらそういう変な目で見られる胸があると、お風呂使ってる時って下は使ってるから別に見えへんけど、上がそういうのだったら変な目で見られたり、気持ち悪い人が出たりする。逆に言ったらね、同性愛者とかは何て言うの、そういう目で見て入ってくる、そういうの規制とかできへん、
だからほんまにトイレがね、男子用女子用多目的ってあるように、 お風呂も男風呂女風呂多目的ってあったらいいんちゃうかなって思うの。なんか聞かねなくいける。なんか結局公衆浴場っていうのは誰もが同じ条件でお風呂に入れるっていうのが条件なのに、そういうね心の性別が違う人なんかやったらね、どうなんだろうってもうちょっとあるんだよね。堺筋、あの大阪メトロで堺筋は堺マッスルライン、マッスルね、天神橋筋6丁目、天神橋筋6丁目天神ブリッジマッスル、マッスルって何なの、筋か。天ガチャやワールドティーハウス、天ガチャやでいいやん。3両目やから合図釣り、グーグル翻訳かなんかかな。大阪メトロの看板の名前付けるのに自動翻訳ソフト使ったんで自動翻訳ではさすがにね、翻訳正しが不十分だったね、地名とか名字はそのままでいいよね。だからだから あちゃんのとこ行ったね、奈良県宇陀市大宇陀広って言うんだけど、だからヒロウダ、じゃあヒロウオウダヒロウ、ウダシティナラ、ね、でもだってはナラ、ウダシティビッグウダヒロウ、わからんヒラウ、ヒラウって何て言ったっけな、ゲットボーン平手生まれる、何や分からへんやだったらもう「ヒロ」ってローマ字表記してたら、ね、外国人が来て「ウェアヒロ」って言われたら、ここで「ウェアゲットボーン」って言われてもう「は?」ってなるよね、うん、ほらちょっとさ、うん、パティースって言われたら、うん、This is 麦ティーとか麦茶っていいと思ってるね、あのバレティーとか言って、うん、バレティーの方が通じんのかなでもね、別に麦の茶って英語にしゃんでも麦茶でいいと思う。寿司もそうやん、寿司でいい、天ぷらでいいわけやん、うん、おもろいね。
あのどうかと思ったけど、カルパッチョのサンドイッチはめちゃくちゃ美味しい、うん、ちょっと待って、ね、はい、ちょっとね電話あって、うん、今日昨日もね、あの昨日やったかな、朝ごはん食べようって電話あって、うん、ちょっと、うん、外客やってんけどね、その人からまたねちょっと問い合わせがあって、うん、今日は大丈夫ですね、ゆっくり食べられるうまいよ。あ、うん、次は本マグロがさばけるように頑張ろう。でもね、900円ぐらいで、あのキハダマグロやけど、これぐらいのキハダマグロ美味しかった。で、まあすごい新鮮で。やっぱりさばいたものはいいよ、うん、やっぱり柵で買うと確かにきれいにさばいて一本近くにしてくれてやるけど、やっぱりあの半身とか一本切ってお刺身にすると、あれ昨日使ったんで半身ちょいぐらいでね、あれであんなボリューム、うん、であれの倍あるわけやからお刺身にしたらね、だったら半身あれやって半身ステーキにしてもいいわけ、まだあと一本ぐらい残って、一本ちょい残ってね、一本で4分の1身ちょい残ってんね、はい、だからある意味8分の3身ぐらい残ってんのか。で、アラはね、多分あの、マグロの、どうなんだろうって感じ。マグロって出汁でいいのかな。もう今回はね、頭肉と頬肉とか取って、それ焼いたり。で、あとアラのね、大きな骨じゃなく、細かい骨あるところ、中の骨とか、あのあたりは、あれにしようかな。唐揚げにしようかなとは思ってんねん。で、こんな感じでね、食べたら結構1本900円で買っても値打ちあるね、1000円で買っても値打ちあると思う、うん、でせっかくやしね、さばく楽しみだ、ただただただもう取れた昨日お風呂入っても手が生臭かった、ま、昨日でもね、イワシとかもさばいたのもあるかもわかんない、マグロはね、触っててそんなに臭くなかった、あと、身がやっこいから包丁がスーッと入っていく分、柵を切るとき、お刺身のときに、すごく切りにくかった。うん、でも、面白かったよ、マグロは。うん、あの、鱗少ないしね。あとはね、昨日、あれの後、あれもさばいてね、あの、イワシさばいて、で、あれもさばいた、なんじゃら、コウイカさばいた。で、コウイカ、イカそうめんしてね、一緒に食べてんけど、まあ、イカそうめんはね、なくしでもマグロだけでも十分やねんけど、イカそうめんはあれがあるでしょ、なんやら、あれができるでしょ、食感が変わったり味が変わるから海鮮丼するに飽きてきやへん、まあ、マグロ尽くし丼でもいいねんけどね、でうち子供がさ、ヒカルがもうマグロ大好きで、どこ行ってもマグロ丼のデラックス版マグロ増量って言ってマグロめっちゃ乗ってるやつ食べたりすんねん、ぐらいマグロ好きやったのに、最近サーモンハマってマグロあんまり食べるんだったよ。でも昨日はで量もマグロ生臭いから嫌いとか言ってたのに、さばきたてのマグロ食べて美味しいわって、うん、やっぱりああいうのって冷凍されたやつを解凍してさばいてんのか、さばいたやつがでも店内で柵で来て店内で切ってると思うんだけど、半解凍とかにもあったんですけど、マグロは生臭いっていうのに、昨日ね、そんな生臭ないなぁ、美味しいなぁって言ったから、カルパッチョ酸っぱいからってあんまり食べへんかったけど、うん、カルパッチョはね、酸っぱくせんと、醤油系に振って
醤油とごま油とかね、そのちょっと和風とか中華風に振ったりしても、それからナンプラーで何つけたりしても、酢を控えめにしたら多分量も食べると思うんだけど、カルパッチョもありやね。美味しかった。で、残ったカルパッチョ2切れほど残ったから、てかあっちゃんまだもうちょっと食べられないけど残したね、今日のために。カルパッチョは酢で締めてるからね、あの日持ちするし。でも今日は、焼きとかそうなんで食べようかなと思ってんねんけどね、美味しかったな。お刺身、じゃあマグロ、キハダマグロでもマグロはマグロやね。で、ね、実はね、動画でいつ出せるかわからへんねんけど、アンチョビ作ってんのよ、イワシさばいてんの。どうしようか、さばいたとこ出して、で、途中経過っていうか途中ね、ちょっと移し替えんねんけども、そこ出して漬け終わって食べるレシピ出すか、もうまとめて一気にいくか迷ってんねんけどね。3ヶ月後やねん。早って、ゆっくりやって4ヶ月後やねん。だいたいね、さばいて塩漬けにするんだけど、塩漬けにして1ヶ月半から2ヶ月冷蔵庫で、で、そっから出してきて塩洗って、で、オリーブオイルにつけて1ヶ月から1ヶ月半から2ヶ月、だから3ヶ月から4ヶ月かかっちゃうのに、作るのにすごい手間な。まあでもね、それはそれでその手間をかけた分美味しいものができるかなと思って、お塩はね、厳選した、ね、瀬戸の粗塩、厳選じゃないけどね、瀬戸の粗塩を使って、でオリーブオイルもいいオリーブオイルを買ってきて使おうかなと思ってるんだけど、ね、いつもね、あの、まあ、まあ、ほんまにペットじゃないわ、オリーブオイルはピンキリな、なんかいいのですか、うん、あれにも入っとったな、あのこの前買ったあの福袋のオリーブオイル使ってましたね、あれまだ封切ってないね、ちょ、炒め物にもったいないな、生食の方がいいかな、結構いいやつみたいで、卓上生、生じゃ卓上のああいうあのオリーブオイルやろうかな。でアンチョビね、ちょっと今回多分20何匹かで200円やった、21匹かで200円やってんけど、やったらもうほんまに600円分とか買ってきて、一気にさばいて一気に塩漬けして、でオリーブオイル漬けするときに普通のオリーブオイルと、トリュフオリーブオイルとで、とか、ニンニクと一緒につけるとか、いろんなパターン作っていてもいいかなと思ったり、いろいろ考えてんだけどね。でそのつけた塩とかも使えるし、で、出てくるナンプラーとか、つけとるじゃナンプラー取れるし、まあ、いろんなことできるんよ。だから、まあね、いつ動画出すかわからへんけど、またやっていきたいと思います。はい。ねえ、ということで、まあそんな雑談はどうでもいいね。早く終わって、お話をして、朝からの動画も撮りましょう。はい、ということで今日も、楽しく一日過ごしましょう。では、今日のあっちゃんの朝ごはん、カルパッチョのポーチドサンド。美味しかった。めっちゃ美味しかった、これは。あのね、ある意味ね、もう店頭で売るのはちょっと無理かもわからへんけども、お店の中で、店内食で食べるんやったら、フレッシュツナサンド、ね、ツナのツナ、マグロのあれカルパッチョをサンドする、多分ありです、めちゃくちゃ美味しいこれで、ある意味、フィッシュフライにして、マグロフライとかにそれから焼いてステーキにしたり、それサンドしても美味しいと思うね。でマグロってでもすごい可能性あるなと思って、パンにマグロ、それも生マグロ、カルパッチョのありです、よかったら食べてみてください。ある意味でも白米にお刺身が合うから、
お刺身、マグロのお刺身をサンドしてもいいのかな、生臭いかな。でもまあわさび醤油がちゃんとつけて、サンドしたらいいかもわかんない。まあ、マグロの可能性を見つけたあっちゃんでした。ではまたね、バイバイ。またいろんな、サンドイッチとかいろんなパンレシピ考えていきたいと思います。今日のあっちゃんの朝ごはん、フレッシュツナサンド、よかったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。